津田慎吾は、大正、昭和期の実業家。金棒の第二大社長を務めた。金棒葬儀を収束させ、社長となる。昭和初期のインド面下不買運動で知られる。旧姓西山。愛知県ぬかた郡岡崎農民町に、岡崎藩士西山薫6-4、男として生まれる。7歳の時に、福井県庁の土木課長を務めていた、津田夫の養子となる。 福井県立福井小学師範学校から福井県人上中学校に進む。2年浪人した後、慶応義塾大学予科に入学。同大学卒業後、金が淵防石に工員として入社。1911年、最大寺工場長に就任。ついで淀川工場長となる。1930年に副社長となり、同年4月から6月にかけて8つの工場で、 発生した労働葬儀の解決にあたる。その直後、無党やマジから工事を託されて社長に就任。戦時中は海外に積極的に進出。朝鮮半島を皮切りに満州、中国大陸、フィリピンなどに進出した。非戦意事業化を進め、合成繊維や犬石鹸、合成ゴムの開発、製薬事業等の化学工業、ディーゼル事業、 兵器事業、飛行機製造事業等の重工業にまで事業を拡大した。1944年には、社名も金ヶ淵工業と変更した。1945年12月2日、連合国より第三次戦犯指名され、永久戦犯として逮捕される。1948年4月18日、脳出血のため死去。67歳没。 1961年7月1日、岡崎氏名誉市名義民に推挙される。ありがとうございます。